2017年、我々はデビューしたての NSX を日本のテストステージの聖地筑波サーキットに持ち込んだ。その当時の評価は、あ、ブレーキ効かねえよ、めっちゃやばいよこれ。ブレーキ加速速い NSX、 でもコーナーが危ない、コーナーが危ない。NSX 最大の武器である3つのモーターを介する SHAWD。 ワインディングでは抜群の走りを見せるも、サーキットではその威力が半減するという結果に。めっちゃ疲れるこの車。デビューバトルは GTR に惨敗。国際サーキットの須郷では、ブレーキは効いてきたね。グリップの限界付近で挙動が乱れる。どうなったよこれ。ちょっとやっぱ俺には難しすぎて無理だこの車。この電子制御には僕はついていけない。ケツ出たからカウンター開けたら、そのまま四輪ドリフトしてそのまま入ってくるっていう。そんな NSX の2019年モデルが登場。ドライバーの操作に対し意のままに動くようモディファイされたとのこと。その主な変更点は駆動制御の見直しとサスペンションの取り付け剛性の向上、そしてタイヤにはコンチのスポーツコンタクト6が採用された。ライバルマシンには GTR のプレミアムエディション、そしてポルシェ911カレラ S をエントリー。さあ今回の NSX はどうか。 NSX 筑波リベンジバトル。担当ドライバーはもちろんこの人。さあ2019年モデルの NSX U です、ね、どういう風に変わったのか見てみたいと思います。2019年モデルの NSX ですよ。ドリドリはいつもの儀式、この日の路面状況を把握するためにフルブレーキングを繰り返す。しっかりと右足にその感覚を覚えさせていくのだ。路面はドライ、コンディションは悪くない。DK アタック。出口で少しアンダーっぽいか。前よりでも粘性の入りは良くはなってる。でもこういきなり入るんだよね、電線がね。いきなり入るのが嫌なんだよね。何気なく入ってくれるんならそれはそれでいいんだけど、ガコーンと入るからさ、そこがきついよね。アクセルレスポンスもよりリニアに変更されたとのこと。バックストレートではメーター読みで204キロをマーク。速い。電線入んないように入んないように走んないとね。電線入っちゃうといきなりガクッとこう戻そうとするから、その手前で走るようにすればいいですよ。だから新型はその入りがちょっとこう緩くなったかな、初期型に比べて。だけどやっぱり滑り出した時にガコッとこう戻そうとしますね。だからもうオーバーステアが絶対嫌いっていうか、オーバーステア出したくないんですっていう人向けのスポーツカーじゃないですかね、うん、オーバーステアって出ないもん。ライバルマシン筆頭、
日産 R35 GTR。 今回は NSX に近いグレードプレミアムエディションでエントリー。ボディまで手が入ったニスモ仕様ではなく、ラグジュアリー仕様の GTR。 タイヤも標準グレードのダンロップ。担当ドライバーは井口選手。実は初代の3号には乗ったことあるんですけど、新しいモデルは初めてなので非常に楽しみですね。井口アタック。低速コーナーの曲がり方、ハンドリングに対するフロントの応答性っていうのはすごくいい気がしますね。まあ、どうしてもパワーがあるんでトラクション側は結構まあ丁寧にアクセルワークしていかなきゃいけないんですけど、もう本当それ以外はコーナリングのフィーリングすごくいいし、こういった曲がり込むとすごくいいんだよな。でトラクションのかかりも全然前よりも良くなってて、あまりそのパワー感をそんな感じないんですよね。ちょっとこの辺がアンダーステア傾向が強いけど、あとはもう本当バランスいい気がします。特にコーナリング中のフロントのダの効きがすごく良くなったと思うので、まあ、そこがこの GTR いいところかなと思います。でちょっとまあ、あのエアーズとかの関係で高速コーナーで少しアンダーステアが出てる部分はあるんですけど、まあ、それが改善されればものすごいあのパフォーマンスを発揮するんじゃないかなと思います。伝統の RR ポルシェ911カレラ S、 ベーシックな RWD スポーツ代表ということでエントリー。420馬力と3台中一番パワーは少ない。しかし車重は一番軽い1460キロ。担当ドライバーはアラ選手。スポーツプラスにしてステアリングのスイッチを、でもドライブこれだけでいきます。アラアタック行きましょう。それではこれ何もしてないですよ僕。アップもダウンもシフト操作は車にお任せ。 PDK はエンジンの最も効率の良い回転を使い切る。そして立ち上がり、パワーを抑え込むような制御はなし。絶妙なオーバーステアを誘発させて車を前に進めていく。これによりドライバーはライン取りとブレーキングに集中できるのだ。電子デバイスも邪魔することがないんですよ。変な押し置きみたいな制御の抑えられちゃう動きも全くなくて、だからほぼこの S プラスだけでいい感じで走れますよ。タイムは1分2秒488。速い。今がこのステアリング上のスイッチを S プラスにしただけで、ギアも D レンジだけで走ったんです。トラクションコントロールは、トラクションコントロールオフしてないです。あのスタッフがオフにしてくれてたんですけど、全部オンにしてで S プラスにして D レンジ、これだけで今走ってきました。でここからやっぱりこれじゃあ、これだけじゃやっぱりこうどうなのかっていうのは分からないので、今度はこれ実際オフにします。はい、長押ししました。今 PSM オフ、完全にオフの状態で今度はマニュアルモードにしてドライバーテクニックをフルに出す環境、これでちょっとまたアタックしていきたいと思います。
ック。この辺で流れても抑えられる感じはないですよね。だから完全に切れてるっていうことです。セクター1は電子制御オフの方が早い。しかしこの先はどうか。多少やっぱりホイールスピンしながら加速するような感じになるんで、やっぱり制御を切ってる方が速そうなイメージはあるんですけどね。結果コンマ3秒電制御の方が速かった。どうかちょっと流れながらとかホイールスピンしながら立ち上がれたりとか、そういう意味でオフの方が気持ちよさはあるんですけど、結論として今タイムをちょっとチェックしてきたら、やっぱりS プラスでドライブで走った方が速かったです。でその中でもやっぱり車の動きっていうのは自然なんですよね。それからスライドするこうコントロールする操る楽しみ幅っていうのもしっかり残っていて、だそういう意味でいつ制御が入ってるかわからないし、とても自然でナチュラルな状態で楽しめる、そういう車になってきてます。そんなにいいならドリドリも乗っちゃうの。911カレラ S 全開インプレッション、おう、なんかかっこいいです。フロントしっかりしてる。ブレーキ楽、この車すげえ攻めたくなるよね、ブレーキで。でその後もそのブレーキのリリースの仕方でリアを動かすことができるから面白い。これは面白いスポーツカーです。さすがポルシェだ。このなんだろう、その後輪駆動を楽しむっていうことをさ前面に出してるよね。なもなきゃ電子制御入れればいいでしょっていう、もうほんとスポーツカーのお手本ですよこの車。後ろがこう滑るの嫌な人は電子制御オンで走ればそれなりに楽しめます。で滑っても制御できる人だったら電子制御オフにしてください、リアをあなたのその腕に応じて流すことができますよっていう車、この車さすがです。さすがポルシェ911カレラ S、 すげえな。やっぱりスポーツカーを作り続けてるメーカーって車の動かし方を知ってるよね。ベストタイムは NSX が2番手、カレラ S にはかなわなかった。タイヤの摩耗率、トレッドウェアも比較、一番柔らかいのは GTR だ。つくば5ラップスバトル、逆ポールは井口選手。はい、 GTR3 号です。ちょっと車重が重いですけど、まあ、このバトルどうなるか非常に楽しみなので全力で頑張ります。ドリドリが2番グリッド、まあ、2019年モデルのニュー NSX がどこまでいけるかやってみたいと思います。最後尾はアラ選手。はい、ポルシェの911カレラ S です。3リッターのツインターボで420馬力、ということでやっぱピークパワーの馬力だけの数値でいくと随分このライバルの2台に比べて低いんですよね。ただまあやっぱりしっかりと車を作り込む、それから重量が他の2台と比べて軽い、その辺の総合的なこの911のパッケージでどれぐらいこう勝負ができるのかっていうところを見ていきたいと思います。
NSX は走ってる姿を初めて見るんで、まあ、もちろん僕乗ったことないんですけど、ちょっとどういう感じなのか見てみたいと思います。 NSX リベンジになるか、バトルスタート。スタートダッシュを決めたのは GTR だ。リプレイはその GTR から。吹き上がりが早い。よし、いけ。早いな GTR。 おお、 GTR 流れてる。 NSX は2番手。この立ち上がりパッと踏んだところの、結構やっぱモーターとエンジンのやっぱ、おお、なんだ今の動き、すごいピクッと。その動きをリプレイチェック。これはピンチ、 GTR に離される。いや、アンダーが強いんだよな高速コーナーで。結構なんかピクピクしてますね、動きがね、NSX は。加速ではどうか、バックストレート勝負。速い。あー、 GTR 速いぞ。やっぱ GTR もちょっと速いか。最終コーナーはどうか。最終コーナーのアンダーが強い。最終コーナーは NSX の方が速そうだ。しかし、お、 NSX はすごいピクピクしてる。ちょっと流れた時の動きがすごくシビアな感じがしますね。ここもすごい。タイムアタックの差がコンマ1秒しかなかっただけに、つかず離れずって感じか。似たようなもんだね。そんなに変わんないぞ。頑張ってるじゃん NSX。 一番重い NSX でその差を詰めるか。最終コーナー絶対こっちの方が早い。NSX が並ぶ、ブレーキング勝負。あっと、いった、トップに浮上。ポルシェは運動性能めっちゃいいんだろうな。 NSX は電声を聞かせないように走ればいいの。こっちはリレンジで走行、電制御も全部乗せです。すごいやっぱピクピクして難しそう。でも NSX は GTR をパス。これは立派な進化です。高速コーナーのアンダーさえなければもうちょっと戦える感じするんだけどな。NSX、 こことかやっぱ重量の差が出ちゃうんですかね。慣性で辛そう。ポルシェは一番速いですね、やっぱり。車重差はなんと340キロ。そう、重いの重いの。すごい、ここでやっぱターンインが難しそう。多分ね、出口は四駆でトラクションとかもあるんで、結構ボーンと立ち上がりますけど、入り口リアが軽くなった時とかは難しそうですね。いきなり100から0になるからさ、電声の聞き方が。 NSX がトップを守るには加速で引き離すしかない。頑張れ。GTR も加速はやっぱりいい。ポルシェに迫る。しかし
かポルシェがやっぱり余裕ありそうな感じがするな。ファイナルラップ、頑張ろう頑張ろう、頑張れよ、電線効かせない効かせない効かせない。土屋さんすげえ頑張ってんだろうな。なんかちょっとね、こう反射神経で乗るようなそういう感じに見えますよ。ビクッて来たらもうすぐ瞬時に反応しなきゃいけない。その辺やっぱこうポルシェなんかはナチュラルなんで、流れてもすごくコントロールしやすいですしね。残りちょっと、さあどうか。コーナーポルシェ速い、びっくりだよ本当にさ。おっと GTR がポルシェに迫る、しかし届かない。バトルは NSX が見事トップでゴールを決めた。ポルシェで邪魔してたって感じだよね。最近やっぱり電子デバイスをうまく使って走らせる、それすごくいい方向だと思うんですよね。やっぱハイテクになってきて、今の最新の技術を使って、ただそれのちょっと NSX はまだちょっとその機械の割合というのが強いのかもしれないですね。でポルシェはもうその制御が入ってても、制御が入ってると感じさせないぐらい自然です。だから電子デバイスをより自然な状態でドライバーが本当自分の意思で思ってコントロールできる、そういうやっぱり仕様に進化してるんですよね。NSX リベンジバトルですけれどもね。なるほど、はい、最初こう GTR でやった時に1コーナーまでビュンビュンビュンっていっちゃうから、お GTR 速い、うん、だけどね、インフィールドは全部一緒。そうですね、はい、うん、だけど、こっちの方が、3号 GTR の方が最終コーナー入ってくと、あってこう、フロントが逃げる。最終コーナー、本当辛そうですよ、はい、もうちょっとコースハーバーがあれば、うん、なんとか耐えれたんですけど、世の中全然耐えれませんでした。甘かったポルシェさえいなければ、今日は NSX っていい車だなって確かに言えたんだよ、はい、そうですね。まあ、今日走って思ったのはやっぱりそのブレーキして止まる、うん、でステアしてちゃんとターンできてコーナリングして、うん、で立ち上がりで加速に移ったらしっかり加速できて、その動作がやっぱり一番しっかりできてるイメージはあります、うん、楽しい、ね、コーナリングが楽しい。確かに、あスポーツカーってこうだよなっていうものをさ、うん、教えてくれるよねポルシェはね、うん、まあでも形上はリベンジはなりました、うん、ね。はい、次